目の前いるな。ポケット出てるよ。出してんねん。わた？ポケットすんの。は？あ？それ裏表逆じゃねえ、もしかしたら。じゃあ、いや、これがおもてなし。は？そこ入れて、目の前一枚。急げに行くなよ。じゃあ行ってよ。上げすぎってコメントにあったよ。あったな。ちょっと俺がその筋肉壊す運動してたみたいな。ここら辺か。言い過ぎや。いや、それ上げすぎやった。ここでも上げすぎな。ここら辺じゃないの。ゆっくり上げてみたら、そこまで。あ、これなんかほっぺたにつくやつない。これね。コンプラエグセは、あの吉本のコンプラは、これね、マウェイはコンプラエグセ行かんつもりではあります。クビやん。じゃあなんかめっちゃ聞かれるわ。そのまだ高崎さんって吉本なんですか。着地。一応所属してるはずです。マジでマウェイです。今日前なんかさ、雑誌のインタビューの時にさ、一応南さんが所属してないと思ってて、高崎さんは所属してるって高崎さんから聞いてたんで、吉本の方に高崎さんの出演依頼出したら、高崎さんは所属してないことになってて、俺は所属してることになってたっていう。ね、ね、なんかなってたよね。うん、そう、俺そこで対処の報告だもん。それが対処を知ったタイミングでも、結局コンプラのメール来たから、吉本から。俺も今対処してんのか対処してないのか分かんないけど、コンプラのメール来たから。だったらコンプラ、てかその高崎が所属してるしてないに関わらず、コンプラは受けといた方がいいよ。ある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 、コンプライアンスあるあるある。危なげ。うん、え、全然全然全然。略物ダメとか、DM でつつもたす気つけてとか、そういう話。ああ、いや、どちらかというとあのコンプライアあれじゃん。もうマジで薬物じゃん、基本4薬物どう思ってんのあれ、みんながらさ、あれ戦略的撤退、戦略的撤退って感じ。いや、これ戦略的撤退認めたら、まあまあ、まあ、はいはいはい、撤退したことないでしょ、みんな。そうだから、薬をさ、やり続けてるわけじゃん。それは別に、あれを見ながらさ、うん、どういう感じなの。え、あれはさ、だから例えばもうバレた人とかさ、名前は出さんけど、具体的にこういう人もいましたみたいな出るやん。あっさは我が身です。ここね、俺はとりあえず行かせていただくかな、その吉本さんにいさせていただこうかな。え、どんぐらいほんまに薬やってるみたいになるのこれ。え？急激にこうなってきてる。ここまで、うん、これでここまで肯定してると。これで来る仕事こうへん可能性あるやん。ノーケミカルやけど。いやでも俺本当に今更ながらガチで、うん、ガチでなんかその変なさ、あの下ネタとかぶち込まれるじゃん俺。え？高崎がなんか女の子みたいな、高崎が女の子と遊んでたみたいな。あー、あー、はいはい。そう、なんか俺それであの行政から、あの本当になんかそれなんかちょっとイメージダウンしてるから、変な、気をつけてね。仕事減ってるから変なボケで。うん、俺が言う。何何何。ああ、お薬の時間か。気ぃつけるわ。え、何飲んだろ。俺らもやめてな、言うの。え、怖い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 。え、今何を服用。あのハゲちゃん、あの行政の人って。俺の周囲のことをハゲっていうのやめよう。もしハゲたってたとしても、もしハゲ仕事なくなるだろ、その俺と関わったらハゲって言われるって思われた。立ちつてとのノルマンの。いや、もう本当にしっかり喋りますけど、俺と関わったらハゲって言われるから仕事したくないって思う人がいるかもしれないだろ、行政に。坂崎と関わった人がハゲてんのよ。ハゲてる人もいるけど、ハゲにハゲって言っちゃダメだから。あ、芸人ぐらいではハゲで笑いに変えてんのは。普通に気にしてるハゲもいるから、いるんだから。結構行政の人にハゲてる人なんだ。ダメ、俺と関わった人をハゲって呼んじゃ。で、うちの父親はハゲじゃないから。そしてお前の父親ハゲまくっとるやん。嘘お前じゃねえ。会いたいな。合わせねえよ。会ったら分かる。いや、マジでハゲてない。まあ、ハゲてはいる。ちょっとハゲてる。ちょっとハゲてるだけ。行くわこれ。あ、そうだ、やってるわめっちゃ。やってるわめっちゃ。行こうか。エナジープリーズね。エナジーアモ、エナジーアモ。え、何飲んでたん、ガチで。え。もう決まっちゃってるね。めちゃくちゃやってんだよね。てかなんかさ、全然関係ないけどさ、うん、このチャンネルのコメントでさ、面白いですみたいな純粋にコメントしてくれてる人に対してさ、浅いなみたいな、これ全部台本だけどなみたいな、そんな人いる。そうで、それでなんか
なんかその人が結構どうやってて、分かってる人は分かってるよみたいなスタンスで、これを台本としてる人がいたのよ。これ台本の方がすごくない？毎日更新で。台本って思えるのが逆にすごいけどな。あれ次俺？あ、いや、そう確かにな。いや、これプレさんじゃないの？あれ次俺？え？次、木島や。木島の。いや、でも台本と思われてる方が確かにいいよな。ああ、うん。いや、でもさ。いや、でも台本だな、今の。あれじゃない。一言一句決まってるって思ってるよりは、なんだろう。その、南の部屋突しに行くよ、みたいなのを、事前に決めてやるんだろう、どうせ、みたいな、思ってるってことじゃない。まぁ、あ、ちょっと裏から入ってくる感じね。忍者スタイルね。お前忍者スタイルだ。そうそう、かっこいい。忍者スタイルって。忍者スタイルだと。あ、俺忍者スタイルなのでやったってなっちゃうから。そうなの。ダメだね。調子の調子。ええよ。いいか、こうか、こうか、こうかね。うん。厳しいな。うん。勝利厳しい。本物を見せつける、一回。台本書いたら、こんなこと、ここまでいけるよっていう。行ったね、みなみ。おっとっとっと。書いてくれんの？すごい。書くよ、全然。いつも通りでしょ、なんか終わっちゃうんじゃん。いつも通りでしょじゃダメじゃん。うん。あ、そうか。書くを見せつけるんでしょ、違うよ。ごめん、アドリブ弱くて。おい、台本。いやでも本当台本書いてよじゃん。てかあれよな、半年前ぐらいにその宣言してきたよ。なんか一回おもろい台本で一日やってみいひんっていうのを言ってから半年経ったけど、どう進み具合どう台本の進み具合どう。はい、ラッシュショー、ラッシュショー。うるせえよ。そうだ。今のも聞こえてるだろ多分。全然聞こえてないのすごいけど。確かに言ってたね、ちょっとね。1ヶ月半前ね。いや、いけそうだったけどな。そんな、最近だったっけ。交換入ってた。いや、でもその、頼もしいなと思ったから、うん、書いてきてよ、ちょっと、驚かせてやろうぜって。ああ。ネタバラシせず。うん。もちろんもちろん。いや、一発言ってやってくださいよ。いや、でも、演者能力が低いからな。ちょっと書きむずいんだよな。みんな俺やったらいいんだけどな。はい、出たまあ、確かに、それで言ったら、その人は高崎が本ある上でこんな噛んじゃってる。ダメな子だと思ってんだから。いや、行かれた忍者。なんなんそれ。俺台本だったら構わないけどな、マジで。いや、それは言い過ぎた。やんな。それは言い過ぎた。やんな。まあでも、その台本があった方が比較的構わないと思う。考えないで喋れるから。台本くれ。わかった、作ろう。さあ、納期は1ヶ月以内の動画で。1ヶ月以内とかだったらおもろい。うん、1ヶ月以内かな。まあ、そこで気づくかな、みんな。でも結構演技指導とかしっかりするわ。あ、いいじゃん。うん、何テイクも取るし。まあ、とりあえず台本でいきましょう。一本いいですよ。お楽しみだよ。うん、楽しみだね、本当に。確かに、ちょっと面白い台本お願いします。だ、コビ言っといた方がいいよ。面白いパート振るよ、コビ言ってくれたら。あ、あと設定よ、180。はい、一旦角入れるよ。任せるわ。後ろね。お願いしまーす。モブ蹴って。え、どんぐらいほんまに薬やってるみたいになるのこれ。急激にこうなってきてる。あ、ここまで。うん、これで。ここまで肯定してると。これで来る仕事こうへん可能性あるやん。ノーケミカルやけど。